花一号は、大田プロダクション所属のお笑いコンビ。2015年中にコブラナッツ、ハッピーパンプキンのそれぞれのコンビが解散後、関谷、小松崎ともそれぞれピンで活動しながら、相方を探していたが、2015年9月に、花一号として、コンビ結成。同時に、関谷の個人名も、関谷アルミに改名。小松崎は関谷に合流する形で、大田プロダクション所属となる。 なお、花いちごの名付け親は、同じオ田タプロに所属する芸人の、星野由紀。その由来は、関谷の花の毛穴が大きく開いた状態で、いちごのような形の、いちご花だからということからである。ただ、画数が良くないとのことで、事務所のマネージャーに勧められ、コンビ名は、カタカナ書きの、花いちごに変更。関谷の芸名も、本名の、関谷ともみに戻した。 花一語として初出場した2016年の M-1 グランプリでは3回戦まで進出し、注目も集めた。ネタは主に漫才。自分たちと同じ芸人を切るという内容が多く、これらのネタは独絶漫才とも言われている。最後は小松崎に、謝れと促されて関谷が、はいソーリーソーリーと言い、小松崎が、クソが、と吐いて締めている。一方で、 正当派漫才をやることを望んでいる小松崎は、今のネタは嫌いとも話している。関谷のコブラナッツ時代の出演については、コブラナッツ出演の小松崎の朝倉小松崎時代の出演については、朝倉小松崎出演番組のそれぞれの節を参照。ありがとうございます。